フェクトって思ったものなんだけど、ちょっと存在感ありつつでもこう出しゃばらないような、ここにいろんなね情報が出てくるんですよ。やっほー、皆さんこんにちは、ジュリアです。今日はすごく雨が降っていて、湿気で髪の毛がもうハネハネな状態なんですけど、気にせずにやっていきたいと思います。今日の動画なんですけど、7月もう終わりかな、動画アップの時にはもう終わりなのか8月入ってるのかぐらいの時期だと思うんですけど、この上半期に買ってよかったアイテムと、あとはね上半期だけじゃなくって、ここにね引っ越してくるにあたっていろいろ買い揃えたりとか、あとは引っ越してきてからも新しく仲間入りしたアイテムたちで、私がねすごくこれは買ってよかったなと感じるものをどんどん紹介していきたいと思います。私たちは今ね夫婦2人で暮らしているんだけど、そんなね同棲っていうの、これもう同棲じゃないわかんない、夫婦2人暮らしで使っていてよかったものたちを今日はご紹介していきたいと思います。まずは最初に、ここ最近私が使っていてめちゃくちゃ良かったコスメたち、皆さんにぜひこれはご紹介したいって思うコスメたちを最初に、そして後半の方では家電だったり、あとキッチングッズだったりをご紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。じゃあまずはコスメたちですね。今回4つあるんですけれども、今年入ってから一番よく使ってるんじゃないかというコスメたちをご紹介したいと思います。リップ部門2つあります。じゃん、こちらの2本です。まずこっちからご紹介しますね。これもう何度か動画でも紹介していると思うんだけど、シュー上村さんのリップです。キヌルージュクリーム KCBR772 番、私の肌の色に合っていると思う絶妙なオレンジベージュっぽいカラーなのね。なんとも言えない色合いがめちゃくちゃ可愛くって、前にもちょっと動画内で言ったと思うんだけど、私の唇ってもともとちょっとねピンクよりなんですよ。青みの入ってるピンクのリップとかはあんまり似合わなくって、コーラル系とかちょっとオレンジ寄りだったり、私自身がイエベなのでそっち系のね色が個人的に好きなのね。ずっと合う色のリップないかなーって探してたんですよ。で最近この色がめちゃくちゃマッチしてるなと思って、実は今日も今つけております。じゃん、こんな感じ、可愛くないこの色。ちょっと足しますね、わかりやすいように。はい、塗りました。ちょっと濃くなったかな、こんな感じです。可愛くないこの色。ちょっと存在感ありつつでもこう出しゃばらないようなこの色合いがめちゃくちゃお気に入り。ちょっとツヤ感あるでしょ、なんかマットのような感じに感じるけどツヤ感残しつつな感じで、色も質感もめちゃくちゃタイプ好みで、私結構ティント系とかって唇すっごい荒れやすくって、塗ったらすぐに皮がめくれてきちゃうの。だからティント系は苦手なんだけど、これに関しては荒れることもないし、中に入ってる成分も私の唇に合ってるんだろうなと思って、ここ最近めちゃくちゃ使っています。ほぼ毎日これで。もう一つリップ部門こちら、じゃん、かわいいツヤツヤ。これはねゲランのものなんだけど、キスキスビーグローオイルっていうもので、これはねリップオイルですね。で色は319ピーチグロー、フレッシュコーラル系のカラーなんだけど、これもすごい可愛くってめちゃくちゃツヤンツヤになるのね。この見ての通りなんだけど、で私さっき言った通りちょっとオレンジっぽいカラーが好きだから、最近はこれを使っていて、ちょっと夏っぽい感じじゃないですか。この透け感も可愛くて、今塗っているディップの上に塗ってみます。で注意しないといけないのは、ここねこう取る時に周りにこうベターってつけちゃうと、締める時にだんだんねオイル漏れしてくるというか、こう締めた時にむぎゅってオイルが出ちゃうの。そうだからここをね取る時は慎重に、オイルが周りにつかないように取ることをおすすめします。塗っていきます。上はちょっとつける程度に、ツヤツヤ塗りました。どう？可愛くない？この2つの相性も絶対いいと思うの、夏にぴったりな感じで、うん、こんな感じ、すごい可愛いでしょ。でもねこれ自体はそんなに色合いは濃いわけじゃなくて、ちょっと手の甲に塗ってみますよ。こんな感じ、とっても可愛い潤い感はあるんだけど、お風呂上がりのもうナチュラルでいいやっていう時にはいいかもしれないけど、これだけだとちょっともしかしたら色合いが物足りない感じはあるかもしれない。でもすごくツヤンツヤになるので可愛い。っていうか私のほんと今日の髪の毛
結ぼうかな。なんか外跳ねしすぎな外跳ねだよね。まあいいや、伸ばし途中だし。はい、じゃあ続いていきます。続いてアイシャドウ。アイシャドウは本当にめちゃくちゃ使ってます。これっていうやつを紹介しますね。もうね、多分動画でも何回か見せたことあると思うんだけど、ティッシュでふきふき。こちらじゃん、シャネルさんのアイシャドウです。番号がレ・キャトル・オンブル、あ、もう言ったことあるわ絶対。レ・キャトル・オンブル747メディテラネアン。これが本当に好きで可愛いのでご紹介します。パカ、下手くそすぎるでしょ開けるの。じゃん、え、可愛くない、この色味可愛いの。可愛いでしょ。今日のメイクもこの4色のアイシャドウを使って目元アイシャドウしたんですけど、分かりにくいかもしれない。これの何がいいかっていうと、頑張りすぎてない目元ができるのね。なんかここ最近ちょっと前からあんまり目元にこうカラーが強すぎないアイシャドウをつけるのが私の中で流行っていて、ちょっと前まではがっつりオレンジ系が好きだったのね。結構コーラル系、オレンジ系、やっぱりリップと一緒でピンクはあんまり似合わないと思ってるから、そっち系のカラーを結構がっつり入れる日もあったりしたんだけど、最近はあんまりそういう色味が強くないアイシャドウの方がやっぱ大人っぽく仕上がる感じがして、どういうアイシャドウがいいかっていろいろ毎日試してるんだけど、このアイシャドウが一番私の中で目元を大人だけどちょっと華やかな感じで、ブラウン系でラメの粒の大きさもあんま大きすぎずに、なんだろう、本当に柔らかなこの華やかな目元も表現してくれるアイシャドウとしてすごく好きです。で、一番よく使うのはこの色ね。なんだけどこのラメの色が可愛すぎて、上のね、他のアイシャドウ使う時も目元にラメをつける時はこのラメを結構使ってるから、もう結構減ってきてはいるんだけど、本当に綺麗なんですよ。で、ブラウンの色合いもなんかカラーが入ってるブラウンすぎない感じ。ブラウンってオレンジ味が強いブラウンだったり、ちょっと赤みが強いブラウンとかもあると思うんだけど、結構ベーシックカラーのブラウンというか落ち着いた感じの色合いがすごく好きで、どっかねお出かけするとき1泊2日とか2泊3日のときとかにもこれ一つ持ってけばもう目元は絶対に大丈夫っていう感じで安心感のあるシャドウ。ラメをねつけたそうかな。そっちの方がなんかみんなわかるかな。いきます。塗ってる顔がすごいわかるかな。ちょっとこっちの方がわかる。わからんね、わからんね。ちょっと目元にラメを足したんだけど、わかるかな、この辺がちょっとキラキラしてるか。はい、今日は全部アイシャドウはこの4色でやっているのでこんな感じなんですけど、可愛いのでぜひ皆さんもなんか例えばお友達に何かコスメプレゼントしたいなって思ってる方とかはこれをプレゼントしたら間違いないっていうくらいのみんなが使えるアイシャドウな気がします。アイシャドウの中で一番お気に入りのカラーです。やばい、長くなっていっちゃう。ラスト熱くって、もう、あ、コスメブロン、ブロン、コスメブボ部門ラストです。ラストはこちら、じゃーん、めっちゃ反射しちゃう。こちらイプサのアイテムなんですけど、これはもうねすっごくいい。これはずっとっていうよりかはここ最近使っていて、もうパーフェクトって思ったものなんだけど、これの名前がねイプサスキンケアパウダーという、もうめちゃくちゃシンプルなお名前です。今日はこれを使いたいからパウダーをしてなかったので顔がちょっとテカテカって感じなんだけど使いますね。で、中のパフがまずめちゃくちゃふわふわなの。これ厚みがあってわかるかな、開けたらこんな感じね、ふわふわ。中のパウダーはこんな感じ。もうこれほんと軽くで大丈夫だから、軽く取って鏡になってるから、おお顔が映ってる、うん、何してんだっていうね。はい、これでやっちゃいます。めちゃくちゃ綺麗だから、トン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 、どう、ほらマットになったね。こっちの方がね、こっちよりマットでしょ。上も行こう、トン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 、お肌の色を統一させてくれてるような感じ。ツヤ感も私まあ好きなんだけど、やっぱり夏はツヤツヤしすぎちゃうのでパウダーは必須。鼻周りもねポンポンしたらこんな感じになりました。これね、家を出る前の朝に使うのはもちろんいいんですけど、これ何がね私良かったかというと、この前イプサのイベントに行くことがあって、その時にお肌の悩みって何かありますかって聞かれた時に答えたのが、最近夏になって、昔からそうなんだけど私すごい混合肌で、冬はめちゃくちゃ乾燥するし夏はすごくオイリーな
な感じになるのね。朝ね起きた時に顔がいつもすごくなんだろう、油分がある感じがして、ちょっとベタつくっていうのがなんか自分的にそれがいいのか悪いのか分からなくって、どうしたらいいですかねみたいな風に相談したら、このパウダーおすすめですって言われたのが、これすごくよくって、インスタにねめちゃくちゃ分かりやすく書いてあったので読ませていただきますね。朝晩のスキンケア後にさっと一塗りするだけでいつでも快適サラサラスベスベ肌が続きますっていうことでね、きめ細やかなパウダーが肌にフィットして毛穴の凹凸や色ムラを補修するので、素肌のまま綺麗に見せたい日中にも使えるし、でいいなと思ったのが、このねパウダーの中に美容成分と美白成分がね入ってるの。だからねこれ夜寝る前に、私は本当にベッド入る前に歯磨きして、最後の最後にこれをポンポンポンって顔にするんですよ。そしたら寝てる間のベタつきを塞いでくれたりとか、あとは寝てる間にこのパウダーで美容成分がお肌にいい働きをしてくれるっていう感じでね、睡眠中もベタつきを防いで健やかな肌に整える美白ケアパウダーが24時間365日どんなシーンでも美白成分を届けながら透明感も保つので、夜のお手入れの仕上げにもっていうことで、すごいなと思って。私の中でパウダーって本当にテカリを抑えるだけのものとして今まで捉えてたんだけど、これはパウダーの中に美容成分とか美白成分が入ってるからこそ、寝る前に顔にして次の日に朝起きた時にもう顔がサラサラすぎてびっくりしたの。こんな使い方あるの？と思って感動したの。ここ最近毎日使ってるんだけど、やっぱり朝起きた時はもうベタつかない、ベタつきを忘れるくらい顔がサラッとしてて気持ちよく朝起きれて、もうなんて最高なんでしょうこのパウダーはと思って感動しております。ちょっと説明長くなっちゃったんだけど、本当に本当に最高です。これ大きさはちょっと大きめなのね。外に持っていくっていうよりかはスキンケアのところだったり寝る前の洗面台のところにずっと置きっぱで使うような商品だと思うんだけど、これは本当に最高なので気になった方はぜひ試してみてほしいなと思います。ちょっともうスキンケアだけどめっちゃ取っちゃったので急いで次紹介していきます。家電部門かな、家電&キッチン部門紹介していきます。じゃあまずはこちら、もうあるんですよ横に、じゃん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 、最近仲間入りしました。1ヶ月前くらいめっちゃ新入りなんですけど、これは無印良品で買ったサーキュレーターです。見やすいように画角をこう変えます。これね迷ったんですよ。私たち少し前から扇風機だとかサーキュレーター的なものを探していて、私のうちのキッチンが夏場すっごく暑くなるのね。でキッチンにクーラーがなくって、クーラーエアコンなくって、リビングのドアを開けて涼しい風をキッチンまでこう届けてもらうみたいな役割が欲しくって、キッチンの空気を動かしてもらいたいということで探しててこちら見つけました。まず何が良かったかというと、めちゃくちゃスタイリッシュでシンプルなこのデザイン、真っ白のシンプルな何も邪魔しませんみたいなこのね色合いがすごくいいなって思ったのと、これよく見るとじゃん、ここにボタンがあるんですよね。こちらのボタンの説明をさせていただきます。あ、まずね一個ちょっと難点だなって思ったのは、扇風機の上の部分あるじゃないですか、このファンの部分のすぐ下にあるからちょっとだけ触りにくい、このボタンが見にくい触りにくいっていうのはあるんだけど、まあそこは置いといてまずこれが電源ボタンがあって、次に風力が 1,2,3 段階と、次にあるのが角度調整、首の回り方の角度調整があるんだけど、これがすごくいいなと思ってて、90度120度180度360度、だから1回転してくれるの、すごいよね。ぐるーっとね1回転してくれるっていうのがめちゃくちゃいいポイントだなと思ってるんだけど、その上が首の斜め上の調整が45度90度があります。もう一個いいなって思ったのがタイマー機能、2時間4時間8時間があって、これもね消し忘れの時とかにめちゃくちゃいいなと思ったので、つける時は2時間に最初から設定しておいて、お家出てからも勝手に消えるような感じでタイマー設定できるからいいなと思いましたね。分かりやすいように動かしたいと思います。じゃあ360度どうなるかやってみようか。で斜めは90度にしとこう。これね下の台から動いてるの、本体全部が動くんですよ。おー、めちゃくちゃ上を向いてくれてるこんな感じ、360度回転してます。あー
っていう感じ。扇風機でもいいなって思ったし、まあどっちでもいいなと思ったんだけど、サーキュレーターは暖房が効いた冬でも使えるから一年中使えるなと思って。まあサーキュレーターと扇風機の違いってあんまり調べたらないらしいんだけど、サーキュレーターは空気を回すとか循環させる機能に特化してるから、そういうところがちょっと扇風機と違うらしいんだけど、あーこれでも十分涼しいです。あーノエルくん、ジャックくん、いいでしょ、シンプルで。でお値段的にもお手頃価格だし、サーキュレーター探してる方におすすめ、無印です。ちょっと次もここでご紹介しちゃおうかなと思うんですけれども、じゃん、こちらも誰もが知っているでしょう、ダイソンの掃除機です。パチ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 、これは本当にいいですね。これが最新のものだと思います。そうだね、最新のものなんですけど、まず何がいいかって言って、やっぱダイソンはねコードレスなところですね。充電しておけばどこまででもお掃除ができるっていうのと、あと軽さもすごく軽くていい。いっぱいいい点はあるんですけど、これやっぱりねお掃除するときに吸い込むところかな名前わかんないんだけど、LED ライトが出るんですよ。それで部屋を暗くしてお掃除すると、もうめちゃくちゃホコリが丸見え、もう全部見えるから逆に怖いくらいになるんだけど、めちゃくちゃ掃除してる感が出るというか、達成感じゃないけど、わホコリ吸い取ってるみたいな気持ちよさがめちゃくちゃあるのね。こんな感じです。どうですか、怖いよね、こんなにホコリあるんだみたいな。そうなの、すごいのこれ。捨てるときはここをねパコって外してガバって開けて簡単にホコリを捨てられるし、あとは今ついてないからあれなんだけど、ここにいろんなね情報が出てくるんですよ。でめちゃくちゃそれも分かりやすくって、よっ、こんな感じであと何分掃除機を稼働できますよっていう情報もすごく私的にありがたいなと思っていて、あと10分しかないから充電しといて、後で帰ってきてからもう一回掃除再開しようとかっていうこともできるし、すごくわかりやすい。あとね水拭き対応モデルがあって、これもそうなんだけど、アダプターを付け替えることによって水拭きもできます。ちょっと今説明読んでるんだけど、私もこういう機械系はね強くないので、とりあえずダイソンはね吸引力なのですごいんですよ。あのローラーじゃなくってヘッドじゃなくってノズルじゃなくって、もういっぱい名前があるよ。あ、モーターがすごいから、掃除機といえばダイソンっていうことで、これは本当にいいアイテムです。続いてじゃあキッチンに移動します。はい、続いてがこちらのゴミ箱です。ここのお家に引っ越してくる前に Amazon とかネットでめちゃくちゃゴミ箱いいのないかなって探しまくって、やっと Amazon で見つけたゴミ箱なので、そんなに有名なところのとかではないんだけど、あ、今日の商品の URL は全部概要欄に貼っておきます。これも貼っておきますね。でこれは何がいいかっていうと、めちゃくちゃ見た目がシンプル、もうステンレスな感じでキッチンの雰囲気壊さないっていうか、馴染んでくれるからいいなと思って買いました。ゴミ箱って横長か縦長かって迷うポイントだと思うんだけど、ここのね置き場的には横長の方がいいかなと思って、これはこう横長になっています。ここにね踏むところがあって、もうほんとシンプルなんだけど、開かない、こうね。で閉じる時もゆっくり閉まってくれるのが好きなポイントなの。センサー式のものも迷ったのね、センサーで開閉するみたいな。でも手で反応させようと思って開かなくても嫌だし、逆に私がこう通り過ぎただけで開いちゃうのも嫌な人だから、アナログ機能な感じなんですけど、もう足で開けることができるシンプルなものにしました。もう一個好きな点がこれね、あのコストコで売ってるさゴミ袋、45リットルゴミ袋で、あ、このゴミ袋もすごく好きなんですよ。これ昔から使ってるんだけど、このゴミ袋を簡単に紹介すると、まず中身がね見えにくいのがいいですね。こんな感じで薄くは見えるんだけど、しっかり見えないっていう乳白色が好きで、この上の部分のゴムじゃないけど、なんていうのこれ、最後に結べるのキュッとなるから、普通のゴミ袋って自分でこうつまんでギュッて結ばないといけないけど、これだったらキュッて簡単に絞れるのが好きなんですけど、入れるじゃないですか。中に内箱みたいなのが入ってるんだけど、こうした方が分かりやすい。ぴったり、
ここにフィットしてくれるの。だからこのまま蓋をするだけ。よくゆるゆるだったり届かなかったりっていうことがあるんだけど、これはもうフィット、もう完全にぴったりフィットで、付け替えるのめちゃくちゃ簡単。結構ゴミ袋って付け替えるのって億劫になったりするけど、このねぴったり感がねめちゃくちゃもう気持ちよくって、私が今使ってるゴミ袋との相性がもうぴったりだなと思って、これは買ってから気づいたことなんだけどね。45リットルの大きさではあるんだけど、買ってからこんなぴったりなのって、シンデレラフィットって思ったものなので、相性的に抜群なので、ぜひ今使っているゴミ袋が一緒の方はこちらのゴミ箱おすすめです。続いてがこちら、じゃん、バルミューダのトースターです。これはちょっと私映らずいいところを説明していきますね。家電量販店で大きな買い物した時に結構ポイントが貯まって、そのポイントでトースターを買ったんですよ、引っ越してくる時に。でずっとこのトースターは気になってたんだけど、確かねテレビ番組のマツコの知らない世界でトースターの世界だったかな、もうやってた時にこれが紹介されてた。設定がまずめっちゃシンプルで、アナログな私でも簡単にできるなと思ったのがいいポイントで、ちっちゃいカップがついてくるんだけど、ここにねメモリーの線のところまでお水を入れるの。私もうそれ守らず結構いっぱいお水入れちゃってるんだけどで、これをまず開けて、ここの上の部分にねお水を入れる場所があるので、お水をちゃーっと入れます。ここに書いてあるね、ここ CC って。で閉めて、あとはもうここをねダイヤル回して、ちょっと簡単にやっちゃうと好きな時間に設定してオンオフするだけなんだけど、まずこのカチカチの音も可愛いし、終わった後のチーンっていう音もすごく可愛いし、パンがもうサクサクになります。まあどのトースターもそうかもしれないんだけど、であとこのお水を入れることによってこう蒸気で中までふんわりジューシーなパンに仕上げてくれるっていうトースターですね。そんなにトースターをたくさん試したことないから違いがわからないんだけど、でもこれは確実にパンが美味しくなるトースターだと思います。でここにもねちょっと細かく設定はあったりするんだけど、パンのね絵が描いてあって、食パン、チーズトースト、フランスパンでクロワッサンみたいな一応設定もあるんだけど、めっちゃ簡単な設定だから分かりやすくてありがたい。トースターって中が結構汚れやすいんだけど、簡単にこうやってね網やみ取れたりとか、下に落ちたパンくずもこれ出してこのままお掃除ができたり、めっちゃ簡単なシステムになっているからお掃除もしやすい。パン好きの皆さんぜひ使ってみてください。バルミューダのトースター、とっても美味しいパンが食べられます。私たちも毎朝パンを食べています。ラストの商品です、こちら、じゃーん、はい、こちらですね。前に YouTube の方でご紹介させてもらったんだけど、バーミキュラのライスポットです。炊飯器めちゃくちゃいいです。もう美味しくご飯が炊ける。本当に前の動画でも言った通り、もうお米がめちゃくちゃ美味しい。ホーロー鍋になっているから、この中身は若干重さはあるんだけど、だからこそすごくね旨味たっぷりのお米が炊けるっていう感じで、めっちゃいいです。これしっかりしてます。このデザインもスタイリッシュだからすごく好みなんだけど、めっちゃいいなって思ったのが、私あんまりご飯をね冷凍して食べるのが好きじゃなくって、やっぱご飯は出来たてが一番美味しいから、冷凍した後に電子レンジでチンして食べるご飯ってやっぱりね出来たてに勝らないじゃないですか。なんか美味しいイメージがなかったのね。なんだけどこれは違う、びっくりした。本当に二人暮らしだからご飯を炊いてもそんな量食べれない時ってやっぱり冷凍することになっちゃうからね。お米自体はめっちゃ美味しく炊けるけど、冷凍ご飯だしなと思って、まあ温めてご飯食べた時にもう感動しました。温めただけでこんなにしっかりとお米のこの硬さが残ってるような出来たての味がするなんて、もうね本当にびっくりしたの。そこで一番感動したかな。出来たてはもう感動する美味しさですよ、もちろん。でも本当にこれは冷凍ご飯のチンした後のお米の美味しさと、時間が経って冷たくなっても美味しいっていうのを聞いてたんだけど、本当にその通り、もうね冷たくなっても美味しいの。それがびっくりした。なのでおにぎり作る時とかでも全然冷たいご飯でも美味しくできるので、ぜひみんなにもこの感動を味わってほしいっていうくらいとってもいい炊飯器です。すんばらしいです。はい、ということでこれで全てご紹介しました。最後の方は家電とキッチンアイテムだったんですけど、いかがでしたでしょうか。もうすぐ8月だから私たちもね引っ越してきてもうすぐ1年になるんですよ。なのでこのタイミングでね上半期使ってよかったものと、あとは引っ越してきて使ったものでよかったアイテムたち、家電たちなどなどご紹介させていただきました。何かね皆さんもね、あこれいいな使ってみたいなって思うものがあったらいいなと思います。さっき
た通り、今日ご紹介したアイテムたちは全て概要欄に URL 貼っておくので、ぜひそちらからね、気になったものをチェックしてみてほしいなって思います。こういう家電紹介しますみたいな企画って初めてやったから、ちょっと自分でもうまくできてるかわからないんだけど、また見たいなっていう声があったら、まあ、次はね、私だけじゃなくって一緒に生活してる浩平さんも、多分浩平さんなりにおすすめアイテムとかあると思うから、一緒に紹介できても面白そうだなって思いました。男性目線とかね。今回はコスメもあったので一人でねご紹介したんですけど、二人で紹介するのもいつかあるかもしれません。今日はこんな感じのちょっと新しい感じだったんですけど、いろいろご紹介させてもらいました。次の Vlog もお楽しみにしててください。バイバーイ。おやすみなさーい。